はようございます、こんにちは、こんばんは。朝猫たちがいないなと思ったら2人で仲良く寝てました。いつもチャッピーが寂しくなってレオのところにくっついていくんですよ。でもあんまりレオは面白くなさそうなんですけど、最初はずっとなめなめしてくれてるんですけどね、そのうち飽きてチャッピーが出ていっちゃうんですよ。チャッピーはずいぶん眠たそうだから、今日は長く生きられるかな。レオくんとねんねんしてて、レオくんも我慢してねんねんしてて。本当の感傷でポーズか持ってきて、これ持ってきたらどうかな、違うでしょ、これで遊んでって言ってるのわかんだけど持ってきてくれないかな。そんなところで眺めてないで、うん、これで遊んでちょうだいって持ってくんでしょ、持ってこないの、お子さんわかんないかな、遊んであげないかな。ねえレオちゃん、あなたは何をギャーギャー言ってるの、お外行きたいよって言ってるの、ダメー、ちょっとダメでしょ、分かってて言う、分かってて言うんかい。今日はね、昼から雨もらえるからさ、うん、曇っていて、ちょっと寒いよ、寒くはないけど、みんなが長袖着てきてるね、何に、諦めムードになった、あなたも諦める、チャッピーも持ってきたら遊んであげたいんだけど、チャッピーちゃん持ってけな、リオちゃんはちょっと諦めたかな、チャッピーちゃん、うん、持ってきたら一個持ってくるじゃん、でも分かってるだろうっていう感じ、あれで遊べって分かってるだろうって言いたいのは分かってるけど、来ないとわかんない、一人で遊ぶのかな、わかんないよ、お母さんは どうも、そろそっちから持ってきて、はい、もう上がりました、持ってきたね、はい、お利口だこと、お利口お利口、うん、遊ぼうね、はい、遊びましょう、紐が大好きだからね、ゴムだから伸び縮みするからよ、好きなんだよね、あなたね、
じゃあ、まさの君、ビターッと来た。行っちゃったよ。あっちあっちあっち。後ろ後ろ後ろ。どこ行ったか。行方不明になった。分かった？どこ行った？ん？いないね。どこ行ったのかな？あれ？お母さん持ってないし。ほら。持ってないし。どこ？どこかな？はい、探そう。はい、探そう。なくなっちゃったわ。消えちゃったわね。怖いな。どうしたんだろう。うん。ないね。見つけた。やっと見つけた。あれ？あれ？なん遊びよりご飯が先になっちゃった。うん、面白い子やな。遊ぶのやめたの。食べちゃ見てお外。ほら、キュウリがあんなに大きく長くなりました。お花がいっぱい咲いてきました。キュウリがもうちょっとしたら大きななるかね。トマトがお花咲いてるよ。いっぱいなってください。いっぱい実をつけてください。お友達とまたランチに行ってきましたよ。お寿司とかお蕎麦とか茶碗蒸し、何いろいろ入ってて美味しかったです。